国際教養大学はグローバル社会でリーダーシップを発揮できる人材を育成しています。このため全て英語の少人数授業、1年間の海外留学といった独自な取り組みを行い、国際教養インターナショナル・リベラル・アーツという理念の下で世界標準カリキュラムで多くの学問分野に広く触れる多様な科目を提供しております。そのためにも世界を、日本を、そして社会をより良いものにしたいという熱い思いをお持ち、多彩な能力、資質を備えた方々に入学していただきたいのです。受験生である皆さん一人一人に自ら魅力を存分に発揮いただく、国際教養大学では16種類の入学試験を用意し、皆さんの入学を待ち申し上げています。国際教養大学は多彩な能力・資質を備えた方々に入学してほしいと考え、16種類の入試を用意しました。試験は英語小論文と面接を課す特別選抜試験と、共通テストの得点などに基づく一般選抜試験の2つに分類されます。年間を通して1人当たり最大6回受験することができます。それぞれの入試の学生募集要項や本学ウェブサイトで最新情報を確認してください。1回目のチャンスは10月に予定されているグローバルセミナー入試とグローバルワークショップ入試、そして総合選抜型入試1です。グローバルセミナー入試は秋田県内の高校生が受験できます。春と夏に行われる秋田県内の高校生を対象としたグローバルセミナーに参加することが条件です。グローバルワークショップ入試は全国の高校生が受験できます。グローバルワークショップに参加することが条件です。どちらの入試もセミナー期間中に作成するレポート、試験日当日の面接、高校からの調査書などに基づき合格者を決定します。総合選抜型入試1は英検準1級相当の英語資格を持っている、1年程度の高校留学を経験している、日本国内で国際バカロレアプログラムを修了している、この3つの要件のうち1つを満たしている人が出願できます。高い英語力を持つ人や留学経験者に向いている入試です。この試験に出願する皆さんは秋田で英語と日本語の面接、英語小論文の試験を受けます。合格した場合には必ず入学することが条件です。2回目のチャンスは11月に予定されている学校推薦型入試とギャップイヤー入試です。学校推薦型入試は全体の学習成績状況が 4.0 以上かつ英検2級相当の英語資格を持っている、または学業やスポーツ、文化活動などの特定分野で全国レベルの実績を持っている人が対象です。高校時代に積極的に学業やさまざまな活動に取り組んだ人に向いている入試です。ギャップイヤー入試は高校卒業後にボランティアやインターンシップなどの活動を行った後、9月に入学する制度で、能動的・主体的に活動したい人に向いている入試です。これらに出願する皆さんは秋田で英語と日本語の面接、英語小論文の試験を受けます。合格した場合には必ず入学することが条件です。
3回目、4回目、5回目のチャンスは一般選抜試験です。 A 日程は6教科型、大学入学共通テストの英語、国語、地歴公民、数学、理科、情報と国際教養大学が実施する英語と国語の個別試験を受験します。 B 日程は3教科型、大学入学共通テストの英語と国語、地歴公民、数学、理科、情報など本学が指定する科目の中から2教科と、国際教養大学が実施する英語と国語の個別試験を受験します。 C 日程は1教科型、大学入学共通テストの英語と国際教養大学が実施する英語小論文の個別試験を受験します。個別試験は他の国公立大学とは別の日程で実施します。受験を希望する皆さんは他の国公立大学と併願することができ、仮に国際教養大学の入学手続きを行っていても他の国公立大学に合格することが可能です。個別試験は全国7カ所で行われるため、お希望の試験会場で受験することができます。さらに英検準1級相当の英語資格を取得している人は、共通テストの英語科目を満点に見なす措置もあります。6回目のチャンスは7月または8月に行われる特別選抜試験の一つ、総合選抜型入試2です。総合選抜型入試2は前年の10月に行われる総合選抜型入試1と同様に、英検準1級相当の英語資格を持っている、1年程度の高校留学を経験している、日本国内で国際バカロレアプログラムを修了している、この3つの要件のうちの1つを満たしている人が出願できます。この入試に出願する皆さんは、秋田で英語と日本語の面接、英語の小論文の試験を受け、合格者は9月に入学します。その他に一定の社会経験を持つ人を対象とした社会人入試、国内外の大学に在籍あるいは卒業した人を対象とした編入学・編入学試験、外国人を対象とした外国人留学生入試などがあります。これらの入試では筆記試験や面接の評価とともに、高校での実績、提出された書類を含め総合的に判断し合格者を決定します。私たちはすべての試験において、皆さんの主体的に学習する意欲や鋭い問題意識、論理的、批判的、創造的思考力、英語力や国語力などを確認しています。ではここからは在学生の声を紹介します。僕は推薦入試で受験したんですけど、なんで推薦入試を選んだかって言いますと、僕は広島出身ということもあり、広島の核兵器廃絶の平和活動に多く携わっていて、そういった自分で得たものをアピールできる最適な入試形態だと思ったので、そちらにしました。やはり少人数授業というところに僕はすごく魅力を感じました。ただただ講義を聞くだけではなくって、教授からの質問に対して自分の意見を言える立場であります立場とか、そういったグループのメンバーとディスカッションして自分の意見を常に深めれる環境だと思ったので、ここを志望しました。高校3年生の4月から僕は英語の小論文対策を始めて、量をこなすというよりも一つのエッセイを完璧にこなすように先生に何度も添削してもらい、その文章の構成であったりとか、その小論文のスタイルっていうのを確立することができました。高校時代バスケットボール部のキャプテンを務めていたという中島さん、 AIU でも大好きなバスケットボールで汗を流します。やはり AIU という一つ
課題とか授業とかですごく忙しいものがある中でバスケットボールができるっていうのはすごく恵まれた環境だと感じています。僕はもうバスケは日常に欠かせないものだというふうに感じています。そうですね、やはり授業やってバスケやってクタクタになっているので、部屋は自分の一人で入れる休憩のスペースとしてすごく活用していますし、課題を一人で落ち着いてやれるスペースだと思うふうに、そういうふうに使っていますね。自分はその落ち着いた環境で勉強しているときが自分の最大限の力を発揮できるなと感じていて、そういった中で自分の部屋をそうやってこうやってきれいにして落ち着いた環境でやるっていうのは自分の中のポリシーの一つですね。中島さんが入学したとき、社会はコロナ禍真っ只中でした。やっぱりその最初の時はオンライン時の環境でなかなか自分の意見を言いづらい環境であったりとか、そこのバリアっていうものをすごく感じてたんですけど、対面授業になってからはそういったバリアも一切なく、本当に自分の思っていた理想のキャンパスライフを楽しめているという感じです。もともとすごい国際系のことにすごい興味があって、その時に高校の方に AIU にいてる先輩が講演会で来てくださって、そこでお話を聞いて初めて知って、そこからすごい興味を持って調べるようになって、それで他の大学と違うカリキュラムだったりとか制度がすごく私にとって魅力的だったので行きたいなというふうに思いました。推薦入試なども一時期考えたんですけれど、やっぱり最後まで AIU と他の大学と決めきれないところがあって、いろんな選択肢を残した上で A 認定が一番柔軟に受けれるかなと思ったので選びました。せっかく大学4年間しかない中で自分にしかできない経験を積みたいなと思って最後 AIU を選びました。まず高校3年生の時に英検の準1級を取って対策をしたのと、あとは AIU 独特のその英語での作文の入試に備えて、学校の高校の英語の先生と ALT の先生に毎週添削を頼んで過去問をひたすら解いていたかなという感じです。最初1年生で入った EAP の頃はやっぱり課題が何か分からなかったりとか、授業の内容が分からなかったりとかも結構あったんですけれど、先生に質問したりだとか、あと一緒に授業を受けている友達に質問して一緒に解決したりとかいう風にして、今では結構慣れているかなという感じです。英語以外はAIU も他大も含め共通テストを一番力を入れて対策していて、あとは国語も小論文、短い小論文が AIU の方であったので、そちらも学校の先生に添削をお願いして見てもらっていました。高校時代吹奏楽部に所属していたという新田さん、 AIU に入学して選んだのは関東会でした。もともと音楽が好きで関わりたいなと思っていたので、せっかくなら秋田の伝統である関東に少し関わってみようかなというふうに思って始めました。私は忍笛を吹いてるんですけど、音がやっぱり音の出し方が難しくて出なかったりとか、いろいろ違う部分はあって、ほとんど、楽器初心者と同じレベルから始めたので、やっぱり伝統芸能である忍笛と今までやっていた楽器とは全然違ってすごく難しかったです。新しい楽器に挑戦して吹けるようになって、みんなで合わせてっていうのがやはりすごい楽しいです。慣れない環境の中で戸惑いもあったという新田さん、そんな新田さんを支えたのは友達の存在でした。人との関わりがすごい密接っていうのが大きくて、 EAP のクラスの友達と一緒にディスカッションをして課題をやったりだとか、あと普段の生活の中でもいつでも友達に会える環境というのが私はすごく助かっていて、その人との関わりですごく助けられています。授業が大変というのはあるんですけれど、大変の中でもやはり内容も興味深いことが多くて楽しいですし、あとは課外活動関東会と、あとダンス部の方も少しやってるんですけど、それですとか、あとは学外でアルバイトをしてそちらでもいろいろ経験を積んだりとか、自分にできることはどんどん手を出してやってみているのがすごく楽しいです。将来の夢についても伺いました。
AIU ですごく人と近く関わる機会も多くて、何か人のために頑張れる仕事だとか人の幸せを作れるような仕事を何か、できたらいいなというふうに考えています。入試の種類により出願要件、科目ごとの配点などが異なります。皆さんのこれまでの学業成績やさまざまな活動経験と出願要件や配点などの入試形態を確認し、それぞれに合った入試を選び挑戦してください。国際教養大学は文武両道を実践する学生、特定の分野に優れた実績を持つ学生、社会への強い関心を持つ学生、何事にも積極的にチャレンジする学生、社会でリーダーシップを発揮し活躍したい学生を歓迎します。秋田のキャンパスで皆さんに会うことを楽しみにしています。もし推薦入試を志望しているのであれば、こういった部分で私は社会に貢献したいという思いが見つかると思うので、そういったところに忙しい中でも一つアンテナ張ってみると、見える世界が受験時の時に変わってくるのかなというふうに思っています。他の大学と違うイメージが湧きにくいとかすごいあると思うんですけれど、その分入った時にできる経験だとかワクワクだとかはすごく大きいと思うので、一度行きたいと思ったらその思いを貫いて頑張ってほしいです。